本作主演の深井沙和子役の樹里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桃、うん、そうだから走っていったこのおてんばおてんばさんに対しての桃みたいなことだね。うんうん、桃いい匂い。もうしよう。じゃあ、お待ちください。はいよ。おい、やったー。これだ。ちょっと一瞬こう来て、槙原もちょっと気になるけど、石川も車取りますよ。お土産。いいね、私桃大好き。出るのか。はい、カット。はい、チーズ。1枚いきます。はい、チーズ。何買ったの？桃。うんうん、八百屋で売ってて。お土産。やった、私桃大好き。でもさ、桃ってどこか。はい、カット。1人でやった。さっきまで、さっきまでなんかね、なんかお土産だよとか言って、いや、もうなんか気にしてない方がいい。知らない、わかんない、それやりやすいこと。あ、タオコね。はい、もちろんもちろん。ついに始まってしまったなと思っておりますが、でも皆さんすごい素敵なスタッフさんと今キャストの皆さんにお会いしてほっとしたところです。はい。なかなかね、沙和子というキャラクターはちょっとまあ難しいというか、こう一筋縄ではもちろんいかないキャラクターなんですけれども、エンターテインメントとして見てる方々に毎週毎週楽しみにしていただけるように怖さを追求したり、それでもやっぱり理由があってのことだかなので、まあ共感してくださいとは言いませんけれども、沙和子をちゃんと追っていただけるように、ワンシーンワンシーンしっかり監督と作って、ね、皆さんと作っていきたいなということを思ってます。